在配地中華民国大使館は、配地の首都ポルトープランス近郊の都市、ペシオンビルに中華民国が設置している大使館である。ジョブネル・モイーズ大統領に新任状を法定する古文券大使1956年4月25日に、両国間の外交関係が樹立され、同年7月2日に在キューバ公使館が在配地、公使館の剣割を開始した。 1960年5月30日にポルトープランスに在配地中華民国公使館が開設された後、1965年9月7日に公使館が昇格する形で在配地中華民国大使館が発足した。1966年10月5日に初代大使公使名が着任して以来半世紀以上にわたって大使館が存続している。 2021年7月8日、ジョブネル、モイーズ大統領暗殺の実行犯と思われる複数の不審者が中華民国大使館の敷地内に潜伏していることが発覚し、同日内にハイチ国家警察が大使館側から立ち入りの許可を得た上で敷地内に踏み込み11名の不法侵入者を逮捕した。22、リュールシアンユベール、モルネカルベール、 ペトンビル2020年8月11日、古文献が、ジョブネル・モイズ大統領に新任状を法定して、事後、特命全権大使を務めている。ありがとうございます。